ちょっとやめてよ、プライベートの可愛い一面。ちゃまくんのわし、これもう一台あるでしょ。あるよ。マジで、いや、ちょっと本当それだけ勘弁して。ジャパンカップのために取っとくんだよ、マジで。だってここでさ、まあ、24日でしょ、ジャパンカップ、うん、まあ、それまでに上げちゃうじゃん、うん、やっぱり、うん、ってなると、やっぱみんな真似するから。真似するから、うん、いや、井上くんと同じこと言ってるけど。え、ごめん、ジャパンカップ、うん、いつ何曜日だっけ。24日日曜日です。あ、ほんと、バイトだわ。丸かぶりじゃねえか。丸かぶりなんだよ、この人。キャラかぶってた。え、僕キャラいるの、このいる。毎回バイトキャラいるいる。ふざけんなよ。これはでもいいでしょ。いいっていうか、田沢さんが選んだやつ、いよいよ完成したわけですね。そう、とりあえず組んで、ちょっと、まあ、この辺とかさ、アレンジしただけだから。車高すごくない？後ろ姿とかめっちゃセクシーでしょ。セクシー。台形になってるの分かる？うん、台形って一番ホールドしやすいんだって、うん、図形の中で、うん、三角形より台形が一番ホールドしやすい、うん、台形って何ですか？これ台形でしょ、台形。ああ、ごめんなさい、形、形、あ、大きい台形タイヤとかいろいろローラーとかあるから。台形タイヤなんてこの世にないから。あ、これ、これね、うん、そうマジで速いの。はい、びっくりすんじゃねえか。はい、あ、いい。めっちゃ速いの。ここからすごいよ。あ、こ、優しい。優しい子供。いや、コースアウトしちゃったけど。しちゃいましたよ。でも精神的には全然、うん、安定してます。これどうですか、あれ見て。勝負挑んだらあれです。負けないぞ。あ、水槽パターンだね。あー、ついさ、あー、大変大変。子供はもう懲りずにずっとやってるけど。まず一人、まず一人ぶっ倒した。次はおめえだ、かかってこい。かっこいいや、やっぱ。